寺川アナと相性がいいですが、親睦を深めたり何かされたんですか？いや、してないな、そういや。なんか、こっちで飯食うっていう話最初してたんですけど、新まま4試合やりましたね。おお、それでも、こんな評判いいと。ね、でも、なんか、いつもなんか、ボケてるつもりじゃないんですけど、うん、なんか、この間、なんか、埼玉スタジアムですかって言ったときに、はい、普通に、いえって言われたっていうね。日本サポーターの声が本当に多く聞こえています。確かに。埼玉スタジアムですか？いえいえ、カタールのアルジャノブスタジアムです。ボケたんですか？いや、ボケたっていうか、埼玉スタジアムじゃないことぐらいは分かってて言ってるわけじゃないですか。分かります？じゃないと俺、病気になるでしょ。確かにそうですね。そうそうそう。だからまあ、どっちかって言ったら、多分やっぱ自然にボケてるんですよね。別に、なんですか、笑いを取りたいわけじゃないんですよ。ただ言ってるんですよね。なんか返しを期待してるわけですよ。返し来なかった、うん。そうそう、なんか飲む持ってくれへんみたいな。じゃあこれちょっと寺川さんに次言わなきゃダメですよ、ね。いや、そういうの多いんですよ、寺川さん。でもあと技術的なこととかでも、なんか言った瞬間に、はい、それはみたいなこと言われるわけですよ。まあ、でも試合も流れて言っちゃいますからね。うん、そうそうそう。いやいや、でも、最高な実況だったと思います。すごいやりやすかった。今後もね、まだあるんですけども。うん。うん